最近、あれですね、低気圧、気圧の変化、結構そのネット上とかでも頭が痛いとか、あとはその目の奥が痛いっていうのを聞くと思うんですよね。それってなんかこう、ヘアホ体操というか、体操で和らげることとかって可能ですか？そうなんです。気圧と健康ってやっぱ関係するんですよね。迷信とかそういうことではないんですよね。で、都市伝説でもなくて、一番影響するのは自律神経が影響するんですよね。だから自律神経をね、アプローチするっていうのがすごく大切で、まあ、自律神経の、まあ、一番こう実権を握ってるのはね、呼吸なので、だから呼吸を意識するっていうのはすごく大切かなと思うんですけど、まあ、吸うのよりも吐くことの方がね、大切なので、まあ、自律神経ってね、交感神経と副交感神経ってあるんですけど、で、交感神経っていうのは興奮するような神経。で、副交感神経っていうのは、なんかリラックスする神経、もしくは、眠たくなったりとかするときはバランスなんですね。で、そのバランスを整えていくことっていうのがすごく大切で、整え方としては、呼吸に意識を傾ける時間を持つ。なんとなく呼吸するのではなくて、その呼吸の実権を握るというか、意識に上げるということは、自分で、コントロールしながら呼吸をしてるってことなので、呼吸されてるんじゃなくて、呼吸を自分でするってことなんですよね。割合としては、呼吸の方が多めにするんですよ。2対1、もしくは3対1ぐらい。ふーっとして、ふーっと、すっと。本来であればね、鼻呼吸の方が適してるんですけど、もう最初のうちは慣れてる呼吸でいいです。理論上は、解剖学上は鼻の方が適してるんですけど、呼吸に適してるんだけど、でも鼻詰まってたりとかね、あと鼻呼吸慣れてない方にとっては苦しくなってしまうので、また気にせずに、呼吸をちょっと多めに自分で意識的に呼吸してみるっていうことをするといいかなと思う、ね。呼吸かな、気圧の変化に対応するのはね、寝る前にね、5分とかね、呼吸する時間を作るとか、呼吸を意識する時間を作るっていうのはすごく大切かなと思います。